千人の中、キリンは人獣だ。甘露を飲み、カカを食す。だが、絶雲の間の仙山と仙境は、あの子の人間の部分にとっては、寂しすぎるのかもしれぬ。昨夜、カウンが月光に照らされた崖で一人、山々を眺めていたのを見た。限りのない雲海は、あの子を覆い隠すようだった。あの子は孤独だった。だから、属性に帰るよう説得しようとしたのだが、その時、こんな言葉が聞こえてきたのだ。リーユエコーは、絶雲の間よりも孤独です。絶雲の間で雲を眺めるのは、一人でいることに対する孤独です。でも、リーユへの人混みの中で感じるのは、人ではないものの